公共曲第3番、エイジ299は、ボスラフ・マルティヌーが1944年に作曲した公共曲。セルゲイ・クルセビツキーのボストン公共楽団での活動を20周年を記念して1944年5月2日から6月14日まで、コネティカット州、リジフィールドにて書かれ、翌1945年10月12日、13日に、 クーセビツキー式ボストン公共楽団の演奏により、諸演された。その後1949年10月13日に、カレル・シェイナ式チェコフィルハーモニー還元楽団が、チェコ初演を行った。フルート、ピッコロ、クラリネット、オーボエ、トランペット、トロンボーン、イングリッシュホルン、ピアノ、ハープ、言語オブバイオリンによる、運命的な動機が提示された後、ファゴットが悲痛な主題を奏でる。 この主題は、イングリッシュホルンとトランペットに受け渡される。やがて、ホルンとトランペットによる競争を経て、一旦終始する。休止してからは、弦が、先ほどまでオーケストラが提示していた主題を奏し、金管が不安な動機を奏でる。なお、曲の途中や中間部では、ハープとピアノの加工音やファゴットの独奏も参見される。複合二部形式。 弦の加工音の後、ビオトルチャイコフスキーの公共曲第5番の主題を奏でるバイオリンを背景として、フルートが美しい主題を提示する。その後バイオリンによる加工音の主題の転調が奏され、曲は締めくくられる。トランペットとトロンボーンによる激しい前奏の上で、バイオリンが主題を提示する。なおコーダでは、ドボルザークのレクイエムが顔を覗かせる。ありがとうございます。